皆さんこんにちは、大地です。今日も大阪で、アドバンストレーニング、まあ、上級者向けのトレーニングやってたんですけどね。いやー本当にまあなんていうのかな、仕事でね理不尽な役回りを追うことになって、で、まあ、苦渋の決断でそれをやって、でもなんかこの両親の呵責とかどうね、まあ、苦しむ人もいる仕事だったの でそれをどうしたらいいかってこう悩んでてね。でそれを自分に、まあ、強いた会社とか上司とかに対しても、まあ、いろんな思いがあって、まあ、そういうセッションだったんですけど、最後ねあの本当にこれがどんなりあの自分に大切なことを気づかせてくれる素晴らしいリソースだったっていうことに気がついたりとかで、まあ大変な思いした自分の部下とか、それからそれを自分に、まあ、強いた上司とかに対する見方も変わったりとかして、すごくなんかこう素晴らしい変化が起きたのね。で最後もう本当にちょっと許せないしひどい上司だと思ってた人に対しても、いや私は本当はあなたのことを応援したいとかね、あなたがどれだけ苦しんだり勇気くじかれたりとかね、不安を抱えながらやってたかも私は知ってると、だからあの本当に何か頑張って乗り越えてほしいと思ってるんだって、私はあなたの本当にねその可能性とかねで変われるところを見てる見たいんだって、まあいうことをこう、まあ、最後ねクライアントが言うという、まあ、素晴らしいことになったんですけど、まあ、それを見てた方がですね、いや今回のセッションはあれで本当に素晴らしかったんだけれども、私はちょっとどうしても許せない人がいるとで、どうしたらいいんだろうかそういう場合はっていう質問をしてくれたんですよ。で皆さんどうします？許せない人がいるって相談しに来るってことはね、許せないっていう自分と、それから許した方がいいんじゃないかっていう自分があって葛藤してるのね。で私はねこんな風にその人に言いました。許せなくていいですよと。で許せなくていいけども、何が許せないのかを自分で具体的にしてみましょうと。でその人のことね全人格的に許せないしね、もう一生が許す気持ちもないし、それからあとはねもうそれこそ死んで地獄に行って地獄でね苦しみ続けろって思っちゃうこともあるんですけど、人間は。でも本当にそう思いたいわけでもなくって、その人のこれが許せない、この考え方が許せない、こういうふうにしたのが許せない、こうやって謝らないのが許せない、なんかあるんですよ許せないの理由が。でそのことに気づけたら、ああそうか、このことを許さない、それはなぜかというと私はこれこれを大切にしてるからとか、私はこれこれのことをこういう理由で許さないからって、要は行為に対して自分の判断っていうのがあるんだっていうふうに思えると、少しなんていうのかな、まあ、楽になるじゃないけど、自分の中で心の整理がつくっていうことね。でそう言ったらね、なんかそれはわかるけどやっぱり私全然許す気にならなくて、もう 今世は死ぬまで許す気ないんだって言ったんです。でだからね、もう死ぬまで許さないって決めてくださいと。でね、別にいいじゃないですか、どっかやっぱり許した方がいいと思ってんじゃないですか。そうなんですよ、許した方がいいっていう自分と許したくないっていう自分が葛藤してるだけだから、で、あ、そうだねってなったんです本人が。で、だから許さなくていいじゃんと、ね、で、大切なことが大切だって思いたいだけで、で、それを踏みにじった相手のこととかね、踏みにじって平気な相手のことを許さなくていいじゃないですかと。で、その上でね、こういうふうにも言いました。でももし何かがあって自分が許すって変わっちゃったとしても、その自分のことも受け入れてくださいねと。だから今は許さない自分も受け入れる。でもし将来変わったら受け入れる。一生変わらなくても受け入れる。ね、でもなんか闇雲にもう何もかも許さないってなっちゃうと自分も苦しいし、で特にコーチとかね、こういう仕事をしてると、辻褄が自分も合わなくなっちゃうこともあるから。で、なのでね、罪を憎んで人を憎まずでもないですけれども、なんか、自分が、あ、そうか、この部分が嫌なんだって、ね、本当はこうしてほしかったんだとかね、自分はこういう考えだからこれを大切にするっていうことをしてほしいんだっていうことを考える気がつくね、それが大切なんじゃないかろうかと、こういうことです。参考まで。